始まりました、りゅうてぃチャンネル。イエーイ。はい、本日は、どこですか。ここは千葉の木更津です。木更津のにあります、老舗の、宝屋さんに、宝屋さんから、はい、りゅうてぃチャンネルをお送りいたします。はい、私がもうかれこれ20年ばかしもう住まわしてもらっておりますけども、人生の半分はこの木更津でございまして、でこのお店からですね、今日はお送りしたい、はい、お待ちことで、お二人に木更津に来てくださいました。まあ、ゲストはリキト君、そうですリキト君なんですけどね。僕とナメさんがちょっと遊び来たりとか。ありがとうございます。まあ12月1日にですね、うん、おかげさまで、はい、竜帝会展最新賞、うんうん、レジェンド・オブ・ドラゴン、はい、上映決定しました。まあそのお祝いも兼ねましてですね、はい、ちょっとリキト君のところに遊び来たって感じなんですけど、ありがとうございます。まあ、まずはまずは飲みましょう。はい、じゃあすいません、おめでとうございます。お疲れ様です。はい、おめでとうございます。車なんで、いやーチャンプなんで。いやー、しかし遠かったねですね。なかなか渋滞には、なかなかの渋滞で、なかなか地元から脱出できないっていう、予定よりか2時間近くですね。遅れてこられない。そうそう、早くさ、もう早くの早起きして、そうですね、うん、早起きしてナメさんと待ち合わせして向かったんですけど、もう地元から1時間出れない。まず地元からね、地元から出れない。船橋地元は混むんですよね。京葉道路がさらに混んでるというか。そうなんですよ。もう木更津まで何60分とか30分かかってりましたね。同じ千葉なんですけどね、うん、でもまあ途中からもうガーッとこう、ありがとうございます。ガーッ、はい、地元事情ですね。長田ライトってことは違いますからね、オカマで。ああ、ね、なんかその行き方もね、出てたんですよ、うん、1時間半って出てた、うん、1時間半って出てたから、でもこっちは1時間だろ、うん、じゃあなんでわざわざ横浜方面行くのみたいな。だって地元からこっち行ったら千葉の千葉の、みたいな感じで思ったんだけども、時間かかりました。困っちゃったと思っちゃった、はい、ごめんね、リキト君。お待ちしておりました。喉を鳴らしてお待ちしておりました。ここね、この宝屋さんはですね、僕が前に来たことあります。うん、うん、玄関まで。あ、玄関で。で、メニュー見て、うん、敷居が高かったの。ちょっと高かったんです。だから念願かなって今日来れた。はい、よかった。すごく雰囲気のいいよ、はい、すごい、うん、もう金曜日の親しくさせていただきまして、料亭なんで、本当に、ね、料亭でも、はい、この後、座敷で、うん、舞妓さんも来て、ワンヤンワンヤンと、すべて監督がお支払いしていただけるということで。マジっすか。いや、金屋も任せてくれ。今日はもう帰りません。いや、リキト君がもういっぱいもう接待してくれるということで、木更津の危ないところに来たと思います。そうですね、ちょっとこう、はい、ぐるっと、ね、嘘ですよ、はい、冗談ですよ、冗談です。嘘です。で、どうですか、まあ、映画完成しましたけど、はい、まあ今度ね、はい、初めてお客さんに見てもらうわけなんですけども、うん、まあ、今回の撮影どうでした？まあ、新しく、うん、こうスタッフも皆さんも、うん、新しい撮影に入らせていただきまして、うん、でもね、みんなやっぱり、うん、そして、まあ、ナメさんもそうでしょうけど、まあ、やっぱ暑い中でのこう撮影も、過酷な撮影も大変だったなと思うんですけども、うん、僕はね、やっぱり半田ササちゃんがですね、うん、僕の中ではレジェンドな、あ、そうなんですか。やっぱりもう本当学生の頃はね、大変お世話になった。どんな、いろいろ、いや、いろいろと、今ここで言っちゃっていいのかなっていうのは、いろいろと、P で済ますから。まあ、ティッシュはね、たくさん使いましたよ。言ってんじゃん言ってんじゃん。そんな彼女がですね、こう真横にいるわけで、でまたコスチュームがね、うん、ここはもうはだけてますし、はいはい、で下もほらなんかワカメちゃんみたいなパンツ履いてるから、はい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 、お尻もこうね、下のお尻に見えてるわけじゃないですか、はいはい、かないでくださいね。それをね、真横でね、うん、こう一緒にお仕事させていただいたら、うん、もうそっちばっかり頭いっちゃって。そっか、そうだね。だったらああいうシーン、こういうシーン作っとけばよかったな。で、アリスちゃんもスタイルがいいから、うん、隣に出てくる。はい、どうぞ。もう大変でしたよ、もう。はい、というわけで料理が来ました。いやー、美味しそう、美味しそう。美味しそうですね。ねえ、これ、見えます？見えませんよね。見えませんね。でもね、アサリがやっぱりここら辺は地のものなので、それを使ったかき揚げとかフライとか、そういっていただいちゃいながら、いきますか。うん、いただきます。
監督ちょっと後で食事あと散歩しながらここら辺の、あのぜひ今度ね木更津でもし撮影で、あこういう場所いいなとかっていうのがあったら、そう、大体こっちで撮影ってたこの近辺なんですよ、西口近辺で、僕と大輔君も出させてもらって、ヤクザの大門すぐそこで撮影してました。あ、そうなんですね。木更津は結構撮るんですか？多いですね。木更津はなんかドンパチやってもいいらしい。へぇ、街中で絶好なあれじゃないですか、いきなりはダメ、いきなりはもちろんいきなりドンパチは許可が取りやすい許可が取りやすいらしい本当の話は、この間の、あのヤクザの大門の映画の撮影でドンパチやったんですよ、なんかあのシルバーの車が止まったなと思って、で中からなんか見慣れない作業着の人たちが出てきたなと思ったら、刑事さんがやってきてすいません喧嘩してるって聞いたんですけど通報された、一応許可は取ってますっつって、ですよね、なんで結構あるあるでしたね、あるある、まだいいんだけど、俺の撮影って、刀とかチャカとか持ってるでしょ、やばいっすね、やばいもん、もの家はチャレンなんだよ、はい、美味しかった。パッと食って、パッと。美味しかったです。ありがとうございました。まあ、お話を聞くためにまず来たときに、あ、全然食べないのでいいんですけど、はい。まあ、アリスちゃんとのね、絡みがありましたけど、どうした、あの悪役ぶりは。リキト君の。僕のですか。うん。ね、いや、監督にね、ご指導いただきまして、こうしよう、もうちょっとこうしてっていうので、まあ、やっぱり、それで、見てくださってる方々が、リキトのキャラを、今後というキャラを欲しいんだというのであれば、もう一生懸命にやらせていただければと思います。僕のリキト君もガンプレ合うシーンなんですけど、ありましたね、怖え怖え怖えよ、目の前に安岡力也さんいるもんオーラが来てるもん、力也さんのオーラがもう怖え怖え、ホタテまでおるから、演技とはいえ、でもやっぱり人と人、目と目が合うと、ちょっと緊張しますよね、大山さんは笑うのをこらえるのが大変だったらしい、ああ、もうメイキングで載ってますけど、どういうことなの、笑う、俺の詳しいどういうことなの、どうなんですか、近いと、関係が近いと、真面目な芝居するの笑っちゃうんだよね、そう思います、それ分かる。普段から普通にこう喋ってる連中とね、演技ってなかなかね、もう牧野さんなんかもう本当、牧野さんはお友達として付き合ってたから、ずっとこれがこう一緒に映画やろうって話になってくると、やっぱ恥ずかしい、あ、ちょっと恥ずかしさがね、お姉ちゃんの前でお芝居してるみたいな感じがしてね、もう、役者として出会ってないからさ、確かに役者として出会ってれば、そう、まだ話は別なんですよね、お友達って関係あるんで、まあ、今回大山さんにね、ご紹介いただいて、リキト君の、ね、お芝居、いただいたんですけど、やっぱり一番は僕がもう今回の撮影で、まあ、ここを見てくださいというところはやっぱり、リキト君と柴田、小倉さんとのバトルです、うれしい、あそこはもう本当にもうゴジラ大混合の場です大迫力でした、本当ですか、いや、よかったな、本当に殴り合ってんじゃないかっていう感じの、いや、本気で殴り合ってましたよ、もう全然腫れちゃって顔がうまい、まだうまいんだわ、殴り方が2人が、本当思いますね、本当、うまい、ここ小倉さんの受けがうまいんですよ、そこはもうビーバップハイスクールのね、バトルをイメージしてたまんま、僕がやりたかったそのアクションをやれたなっていうシーンですよね、リキト君でよかった、今後はやっぱりリキト君だったなっていう、ああ、よかった、それは嬉しいですね、で、どうでした大山さんとの立ち回りは、あ、そうなんですよ、大輔君とああやってバトルするのも初めてなんですよ、味方役っていうのは、何回か映画でもやっぱ共演させてもらったんですけど、敵同士っていうのは初めてで、なんかこう大輔くんにこうガンなんでやられたりするようなこう肌と肌がこう触れ合う戦いという形でっていうのが初めてなので、そりゃそうですよね、師匠のもっこさんに、そうですねそんなことなんかもう、でもこれが一緒にこういうことができたのが初めてだから、すごくいい経験ですね、はい、やっぱり、まあ、そう、だからそのシーンは本当に見てほしいですバトルです、リキッド
柴田、リフトじゃない、金剛、柴田、加賀谷のこの3対1の戦い、そうですね、もうここは見てほしい。まさかね、まさか3対1でやられると思いますよ、こっちも。いや、強いから、強いから、強いから、1対1じゃ勝てないから、そういうのはいいんです。ゴレンジャーの。ゴレンジャー、僕もそう、それ言おうとしてたんですよ。ゴレンジャーの、強いから仲間でこう、ね、5対1でね、ようやくこう、タイになる。そう。リフト君をキャスティングしたときに、普通長くてつまんねえな、で、金剛をちょっと味付けしたんですよ、うん、そので、プロレスやったっていうから、はい、プロレス技を使える、まあ、ただの介入じゃなくてプロレス技を使えるって言ったんで、はい、リフト君のキャラをこう金剛のキャラにこう突っ込んでいってぴったりでしたね。膨らましたら、もうぴったしでしたね、僕のあの時に使ったフェニックススプラッシュとね、SSD をですね、かけてない、かけてない、かけたらあの大事故になっちゃいますから俺そんな技やられたのフェニックス、うん、プロレス経験があるっていうから、やっぱプロレスでしょう、まあ、まあ、あれだし良かったですね、うん、だから、そういう打撲の立ち川もこうバーンってやられる、こう吹っ飛ぶみたいな感じ でこうベニーキーズみたいにね、サイクロン Z のベニーキーズみたいにバーンって全員沸騰みたいにやって取れてねえのよだから使えてないですよ、うんうん、取れてないですよ、うんうんうん、ちゃんと僕のイメージが取れてない、うん、沸騰の、お前ら沸騰どうすんだ面白かったですけどね、本当に取れてないんですよ、うん、面白いシーンでしたね、うん、本当に取れてないんですよ。あの台本にあないないそういう時、その時その時だからできるアドリブとかってやっぱ楽しいですよ。多いです ね僕の撮影結構です、それ多いですね、そうです、現場で作りますね、現場、あれ違うけど、まあでもこっちの方が楽しいからね、うん、現場で作ってこうしてこう面白いなって、そうそう、面白いって結構ウケるんですよね、監督の、うん、そうそう、俺の頭引っ張ったのもそうだし、それもそうだし、うん、思いつきでみんないい音になりますもんね、引っ張ったらパチンパチンって戦いキャラになってたんですよねでも本当になんか監督はその前から毎回こう、リクト君の今回のアドリブはウィッツって言うの、ウィッツって言ういいキャラしてるなあ。ちなみに、金剛、今回死んでません。え、そうなんだ死んでません。それは台本にはないですね。台本にはないですけど、はい、僕の中では最後は殴り合いなんで、はい、気絶です。あれ、気絶なんだ、はい、死んでません。だからもしかしたら僕の映画はもうね、うん、昔一度戦ったやつは仲間になるんで、うん、そうですね今度は力人くんが僕の仲間と力強い助っ人として出てくるんじゃないかなと、いやいいですね。どう、なん、立川なんてざまだみたいな感じで、はい、現れて助けてくれたらね、こいつはな、おめえらのようなやつやるじゃねえんだよ、嘘のボケっつってドラゴンボールとか筋肉マンとか出てきますもんね。そうだ、うん、だから前々敵だったのがと、だから一瞬驚く、お前はって驚くんだけど驚くんだけど勘違いするんじゃねえ、そうそう、助けに来たわけじゃねえ、お前を助けたわけじゃねえあいつが気に入られる敵が一緒なだけだとそうだから一緒に共闘しようみたいな、そうそうそう、悪魔超人軍団が現れてだから、そうそうそう、悪魔超人軍団完璧超人軍団、このバッファローマンがねそうそう、このバッファローマンもうジャンプですね、ジャンプの流れとしてやっぱりあの、お前の勘違いすんな、あいつが嫌いなだけだお前と戦って一緒に共闘するんじゃねえ、そうそうちなみに柴田と俺の関係もそうだからね、そうですよね、仲良くなってるわけじゃない、仲良くなってないよ、うん、この彼を、ね、姉さんを助けてくれたからで倒した相手が一緒だよ俺も気に入らねえから今回は戦うぞっていうだけで、お前と仲間になったら、ね、一回も慣れ合ったことないんで、加賀谷は大山さんは違う、大山さんは俺射程分だ、あ、まあそうですね、加賀とは仲いいんだけど、柴田とは一切の慣れ合ってないんで、ベジータと悟空みたいなうん、ね、ああそうだ ね、汚い話、友達ではないんだけどだから今後もそんな位置です、あ、うん、慣れ合わないですよ、だってもうあんだけ僕にやれてんだから、そうそうですよね仲間にはならないけど、うんうん、こいつ気に入らねえっていう感じで、うん、じゃあそれもまた楽しみですね、うん、今後はやっぱり今後その今後今回は仲間でしたけど、もうリキトさんがでも本当にいてくれて、ね、すごいこっちも助かりましたもんね。ラメさんのここにね、あのカンペがついてたんですよ。
おもてなししてやんなってみんなの背中に実は貼ってあったみたいな丁重におもてなししてやんなこっちでですね、必ずあれ、NG 集見てたわ、ちゃんとさあんてれえのかなってちょっとこっち向くと見えないですねそうそう、いい感じしたよね。あ、面白かった。で、せっかく言い切ったと思ったところで、ダメさんがこうピストルをこう構えてやるシーンでピストルが引っかかって出てくるせっかく俺言い切ったのにと思ってお前のせいか、あ、NG ってなるの銃が、あ、やばいダメだよ、スターさんの NG 邪魔したらで、アレスの隣でずっとこうやって笑いこらえてる面白かったですね。でも、うん、やっぱりインパクトがすごく強くて、うん、一緒にやっぱりそうやって、まあ、撮影の思い出は、ね、あのラストバトルと、うん、カラオケバー U での戦い、はい、そうですね、隠れ家でのですよね、うん、ですね。元々の目的には今度をもっと出したかったんですよ。うん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 、うん、追加しますか。追加します。繋がらない、繋がんない。髪の色あの時より今後なんですけどね。今後っぽいですよね。今度もっと出したかった。なんかね、あの立川側からばっかり描いてて、繋いで77分なんですよ。うん、割とあるんですよ。うん、結構ありますね。結構ある。結構金剛のアジトに乗り込むまでが30何分だまあ、ね、なかなか見つからないですから、ね、隠れるんですよね、アジトあそこまでで35分なんで、うん、それからアクションに行って77分ですよ。そんなにアクションそんな長くない。リキト君のこのアクションで3分ぐらいで、俺のところにいるんで、レイが1分なんで、どんなもんなん。意外にさらっとしてます。意外とさらっとしてます、今回。今回は、そんなに下手なアクション長くないです。もう宇野木さんに言われたから。あ下手なアクション長すぎるみたいな。ノグさんに言ったらもう愚の根も出ないでしょ。前は結構長いとこありましたもんね。あれもほぼね、70分の映画の中で残り43分たらかさ、あれシンもそうですよね。シンもそうだし、第一章もそうです。そうですね、結構だから俺も結構逃げ回って結構やりましたからね。そうそうそう、今回はちゃんとドラマを重視して、ちゃんと散りばめたんだけど77分でもそれぐらいが一番なんかすごく見やすいっていうか、面白いですよね。80分ぐらいが、うん、まあ、映画ですよね。普通のビジネスだと60何分とか。そうですよね、うん、でも2時間越しちゃうとちょっと映画って、あ、大阪にもう 1時間半以上になると見れないです。言うてなんかちょうど見やすいサイズにコンパクトにまとめてるのかなっていう、あれね、あの仮面ライダーシリーズが大体60何分なんで、あ、それでそれぐらいにしてます。ちょっと半田さんの見どころもいろいろ多い、ね、あ、今回の半田さんはですね、なんとですね、僕と濡れ場が、ごめんなさい、ごめんなさい、やっちゃいました。今後とは濡れ場ないですね。今後とのどう濡れ場になってるのか、どう他の子じゃダメ全然いい。いや、濡れ場といっても、まあ、流亭なし、全年齢の映画なんで、これだけいつもの感じですか。まあ、いつものパターンですよね。まあ、結局、ギャグに持っていくのが、まあ、シティハンターのお色気シーンというか、うん、そうですね、少年誌なんで、お色気で行くのかと思ったら、それは見てください。そこは見てください。そこ大事です。ネタバレになっちゃうんで。でも、面白い、そういうシーンがある。ただ、お色気はあります、今回は。半田ササちゃん、出てもらうからには、半田ササの無駄遣いとこちょっとこの間レビューされてたんで、いいレビューを書いてるんですね。まあまあまあ、ファンの方からねお叱りを得たのでですね、今回はちゃんとササちゃんの色気シーンがあります。それは大事ですよね。大事ですね。絡んじゃってますけど、すいません、ファンの皆さん、ごめんなさい。じゃあお楽しみですね、ファンの人のそこは今回は力人君に後で怒られるんじゃないかな。あ、うん、その週は僕も見てませんからね、うん、僕も見てませんから、これはもう12月1日ね、はい、ちょっと楽しみですね。ちょっと楽しみです。監督、ちょお話ししたいことがあるんですね。本当にしてないよ、俺目の前で見てたけどモニター見ずに現物見てたけど、そりゃそうですよ。見なきゃやっぱ緊張しちゃいそうですね、濡れ場とかって。やったことないんでわかんないですけど、ね、うん、では、確かにね、うん、美人の女優さんだと笑っちゃうんだよね。あ、逆にね、照れちゃって、うん、
意外に監督そういうのをちょっと笹ちゃんと前作でもこうやっぱり混合じゃないけど、うん、睨み合う、行かせない、いや行くっていうところで睨み合ったんだけど、もう笑いが止まんなくてもうね、わかります、うん、照れちゃうよね。照れちゃうんですよね。あのほら、敵じゃないですか、うん、ルナと混合って、うん、だからこう、この野郎って睨み合うじゃないですか、うん、で、向こうもんっていう顔するんだけど、うん、かわいいなみたいなのさ、ここまで来るんですよ。かわいいしちゃうしね、むしろお尻かなんか擦れちゃって、うーん、てててみたいな。リマジでファンだね。はい、そうだ、マジでファンよ。マジでファンだね。そうですよ。そこにいるんですもん。そうか、そんなに見てた人がいるんですね。見てた人が、それお世話になった人はですよ。そうですね、入っちゃいますよね。でも嬉しいですよね、やっぱり。これ確かに。そうですね。で、半田さんの魅力は確かにすごいありますからね。人に引き付ける魅力っていう。サダちゃんすんごい優しいの。優しいですね、うんうん、でも女性陣は本当にいつも監督の撮る映画の魅力、うん、今回のメンバー女性陣誰が良かったですか。はい、いやみんないいな。今回のメンバーみんな違ってみんないいんだよなぁ、ね、うんうん、すみません、みんなのお尻がこう頭に浮かぶそっちだったんですよ。まあまあ、リキト君はオーディションからね。はい、そうですよね、オーディションからで、最後のバトルのシーン、うん、みんな、うん、忍者軍団のサンバルカンだよね。そう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 。サンバルカンだったら女性との会話誰みたいなこと言われて、サンバルカン通じなくて。え、通じなかったんですか、サンバルカン。いや、演技指導全部俺さ、そういうとこから入るから、サンバルカンみたいに笑って、なんでったら、サンバルカンって言って、だから宇野木さんが知らないって言って笑ってんの、俺の宇野木さんしかいないですよね。そうそう、我々世代とね。そうそうそう、まあ20代の人にはちょっと厳しい。女の子たちがもうそれこそハーって変わっちゃって、だから3人並んだから、そうそうそう、3人並んだから、じゃあゴーンジャーの方が良かったか。ちょっと俺の中でちょっとピンとこない。まあ来ないですね。ゴーンジャー並ばないから。グレンジャーの方がサンバルカンなら困るから、あ、並ぶから、そうですね。そうそう、演技指導、演技指導の一環ですよ、うん、よかったよ。みんなもうね、スタイルがいいんですよね。みんなね、そうですね。お芝居はどうですか。お芝居も良かったですよ。スタイルしか見てないわけじゃないですよね。あのね、振ってるシーンね、武器戦ってるシーンとかもずっと私の本当に下心全くなくこうやってうんって見てるですね。お尻にばっか目がいっちゃったから。つい下に目がいっちゃうんですよ。またさ、うちが俺が用意した衣装がさ、目立つんだそれが。リキト君の好きなとこが目立つ衣装なのよ。それは狙い通りなんだよ。狙い通り。くっきりもそれぞれのスタイルに合った、うん、男のツボを知ってる作品ですよね。わ、かる。そうですよ。だからそうですよ。うちの友達も見に来てくれて、前の作品の、うん、女の子みんな可愛い子ばっかしですねって鼻の下の伸ばしちゃって、それもいろんなタイプがいるでしょ。そうそうそう、同じじゃないですよね。同じじゃなくて、いろんなタイプ、でもみんなね、お顔立ちもいいですし、それがみんな優しいですからね。それはあの僕が、ね、あの書類選考の時に、あ、なるほど、もう受験生じゃないですね。その弾き方がすごいです。今時デジタルなんだから、こんなありえないよ。これで見るって言えない。こんなんで見ろよ、ね、こうですね、チカチカチカで、チカチカチカってカチ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 って言ってる、うん、だから僕が厳正な書類選考で、はい、僕の厳正な好みで、うん、で選ばれた子たちなんで、みんな美人なんです、うん、だからあのオーディションに来た子っていうのはそこそこ通ってるんですよ。まあそういうことですね、うん、でそこからさらにあの役があるから、うん、ふるいかけなきゃいけないわけですね。でそこでやっぱりリキト君にいかに絡めるか、そう、男の話か、うん、男の、ああそう、いい経験させていただきました、うん、あの時もオーディションの時ね、あのね、全員と喧嘩しろっていうね。オーディションの時に、はい、リキト君に絡めという課題を出したわけですよ、うん、でそこで面白いキャラを出せた人が今回残ったんですけど、うん、どうでした、あの選ばれた、うん、あのやっぱりそのそれぞれの個性が、うん、こう出てる子たちだったから良かったんじゃないですかね、うん、なぜ君は俺が悩んでたから、リキト君は消去法だったらあれはねえなとか。そういったね、オーディションのね、うん、あの裏側というか、そういった場面も勉強させてもらったし、
奈良よりあそこでオーディションを受ける男の子たち全員並んでて、それとバーサス僕じゃないですか。これは俺は監督が俺をオーディションしてんだなってこう思ったことあ、ここは俺はこれでおじけついちゃったりこの子たちの方がなんか負けちゃうな。俺はもうリキト君シーズンだからこのリキト君がおっと思うやつなら通せるなと思った。リキト君は全然オーディションもないのないの、もう出来上がっちゃってるからそれ以上ないですよね。ただもうだからこのキャラクターにタイマー張れるようなキャラクターじゃないと残らないなと思った。まあオーディションでね選ばれた、まあ今回のオーディションで選ばれた人たちも頑張ってくれてですね、まあアクションいいアクションも取れたんで、まあそこも見どころですが、どこ見たいとかありますか。全部を見ていただければ思います。1秒まばたきもせずにまばたきしまばたきしてもですか、目薬をこさしながら見てそれは冗談ですけども楽しい映画になりましたんで、ね、あの今回あの宇野木浩二さんがですね、はい、現場でいろいろ教えていただいて、そうです、ねね、本場のジャックの、ご指導をいただいてですね、そういうの勉強になりましたね。勉強になりましたね。ピクト君にはその時今いなかったんですけど、それ2日目だったんですけど、そうもう朝から3時までやって、くったくたになりましたね。もう無理って、もう動けない、もうってぐらいにのとこまでやったとこがあるので、ムーさんと一騎打ち見ていただきたいと思います。まあ、リキト君の、あの柴田戦、柴田輝戦がめちゃくちゃすごい迫力なので、これも楽しみです。ナミさん、見どころありますか。まあ、自分のところはさておいて、今、半田さんがね、復帰して、半田さんファンもまた、いろいろな方も多いと思うんですけども、そこら辺の半田さんのアクションを、ぜひ、かっこいい、華麗なアクションを見ていただければ、そのパンチラベル、パンチラベル、まあ、でも、全体的に言ったらね、どうだろう、ちょっと今思い出したんですけど、こいつ、俺のほうになるやろと。忘れてたね、すんごい嫌な顔して俺のこと殴るっていうのがあれアドリブでしたっけ積年の恨みとか積年の恨みぐらいで、ね、編集見ててナメさんに思いっきりやられてんなどうもあの粗相しちゃいましたね。まあ、ナメさん的にはそこがね一番僕に対する今までのラケン話、そうですね、これ今回一番いやでも今回もねまた悪役、まあまあそれはまあ見てもらう、まあどんな役かまた毎回違うんでね、あのお楽しみいただけたらいいかなと思います。まあ今回はですね、まあ、なんと10周年記念ということで、まあ総力を結集して記念すべきという感じでね、締めの作品をやったわけなんですけど、なんかね数えてみたら僕来年映画40周年でした。あら、お祝いだ。記念になったの。40年も同じことやってるんですよ。17歳からこういうことやってるんで、あ、10周年スペシャルであり40周年記念作品になるこの新年外伝新章シリーズなんで楽しみですね。まあこれからもですね、今回新章突入としたからにはですね。新しい、ニューキャラがこう出てからじゃないですか、まあ、アリスちゃんもそうだし、リキト君もそうだし、ニューキャラが出てきた場面があって、今回このニューキャラがどんどん活躍していくシリーズを作って、さらなる竜帝の世界観を広げたいかなと思ってますので、皆様の応援をよろしくお願いします。まあ、何はともあれ、12月1日、シネマハウス大塚にて先行ロード上ありますので、ぜひ皆さん劇場にお会いしましょう。お時間まで来てくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお待ちしてます。